レイチョか。何しに来やがった。兄貴だけにかっこいいマネさすられへんさかいな。同じくよ。私はただただったく、もうみんなも一体何考えてんの。とにかく何か方法を考えないと。おお、いいね。実に素晴らしい。少年漫画の編集長が失禁しそうな展開だ。ジャガーシ、でもね、残念だけど君たちと遊んでる時間はないんだよ。だってほら、早くしないとさ。の消えた。一体どこに。見て、あそこ。あいつ、前の車両に飛び移るつもりや。させるか。すごい力。なんでそこまでして前の車両に。なんや、ようわからんけど、裏切り者がいるとかなんとか。とにかくこのままじゃまずい。なんとかしないと。なんとかって言ってもどうすれば。これは、そうだ、この方法を使えば。みんな線路の先を見て。あれは線路の切り替えポイントのレバーだ。そう、あそこで線路は二手に分かれてるの。だから前の車両があそこを通過した直後にポイントを切り替えれば。でもどうやって。これよ、これを使うの。歩行値 B。 なんやねんそれ。説明してる時間はないわ。とにかくレイチョ、これを投げて、あのポイントのレバーにぶつけるの。いいから早く。いい、私の合図に合わせて引くわよ。3、2、1、今よ。よっしゃー。どうや、参ったか。これだけ距離が開いちまえばもうあいつらに手出しはできねえだろ。うん、そうみたいだね。しょうがないから君たちと遊んであげるよ。遊ぶって何して遊ぶのかな。電車ごっことか。いいねいいね。それって車両になってくれるってことでしょ。そしたら君たちのことこの体にくっつけてあげるよ。内臓をくり抜いてガチガチに固めてさ。いやだなぁ。本当最悪。まさか脱線するとは思わなかったわ。あの線路、途中でひん曲がっちまってたからな。多分地震のせいだと思うが。そやけどまあ、みんな無事やったんやし、ええやないか。
げでピエロピのやつも吹っ飛ばされていっちゃったしね。それにしてもピエロピって本当何なのかしらね。バニラはマイクに改造されたロボットだって言ってたけど、マイク、世界をこんな風にしちまった正体不明の AI か。ほんまそんなやつおるんかいな。バニラも詳しいことはわからないって。マジでマイクについては謎だらけだよな。ってあれ、今気づいちゃったんだけどさ、兄貴、私がバニラのこと話しても怒らなくなったんだね。ああちょっとな。なんやねんちょっとって。別にいいだろ、なんだって。うん、まあいいじゃない、深く詮索しなくてもさ。うん、そうだね。うん、なあ、ところで本当に合ってんのかよこの線路で。ああ、他のみんなは間違いなくこの線路上を進んでったはずや。でも機関車も戦闘車両も見当たらないよ。あれからトランシーバーの呼びかけにも全く応じる気配はないしね。何があっても絶対にブレーキはかけるな。二両目に飛び移る前にワイがそう言うといたからかもしれん。その言いつけを律儀に守って。とにかくそろそろ日が暮れちゃうわ。今日はこの辺でキャンプするしか。他のみんなのことはどうするの？大丈夫、絶対無事や。きっとあいつらのことだ。今頃のんきに頑張れ組の歌でも歌ってんだろう。ん、だといいんだけど。ゆきちゃん、大丈夫やろか。心細くて泣いてたりしてへんやろか。そうやのうても、中古に意地悪されてたりとか。あ、今すぐ飛んでいってゆきちゃんのこと安心させてやりたいわ。あ、中古のこと。大丈夫大丈夫、あいつのことなら心配いらん。あいつはそんなやわな女やないさかい。わいらがおらんでもしっかりしとるはずや。あー、なんや、そう考えたら安心してきたわ。ジェンヌもおるしな、二人がおったら大丈夫や。この車両もどこかで脱線してる可能性もあるのよね。うん、だとしても大丈夫に違いないわ。ポチが必ず何とかしてくれるはず。彼はとても機転の利く男だからね。レイチョもそう思うでしょ。
ェンヌ、ジェンヌなのか。なんや、どないしてん。突然トランシーバーに連絡が。だがこっちの声は聞こえないみてえで。とにかく聞こえてないって言ってないけど、君のだって私たちロボットの分担にする。それで今名古屋の工場に閉じ込められてる。問題超えたら助けて。このままでは系でしょ。いかにも小学生が言いそうな。わいら小学生なんやさかい、別にええやろかい。ってそんなことより早くさらわれたみんなのこと助けに行かんと。お前がくだらねえことを言ったんだろうが。確か無線では名古屋の工場に閉じ込められてるって言ってたわよね。せやけど具体的にはどこなんや。工場っちゅうても名古屋には業さんあるみたいやし。大丈夫だよ、バニラが場所を知ってるから。バニラ、ロボットの軍団に襲われた時他のみんなと一緒に戦闘車両にいたの。その後みんなは捕まっちゃってヘリコプターに乗せられて。そのヘリコプターにバニラも一緒に乗り込んだ。だからそう、なんかあの鎌倉行きのバスで事故に遭った時と似てる気がする。あの時は着いたところは鹿児島だったけどね。じゃあ今回襲ってきたロボットの軍団っていうのも。うん、あの時と全く一緒。みんなをヘリに乗せたやつと同じだったよ。つまり今回も AI のマイクが？だと思う。なるほど、話は分かったわ。とにかく一刻も早くその工場とやらに行かねえと。みんな待っとるよ。必ずワイラが救出してるさかいな。頑張れグミ。えいえい、おさらわれてきた工場か。多分この建物のどこかにみんなは閉じ込められてるはず。バニラがいた時にはみんなは別の場所に監禁されてたんだけど、ロボットのうちの一体がみんなをこの建物のどこかに移動するって言ってたから。ねえパイ、バニラはなんて。なるほど、この建物のどこかにか。
せやけど、入り口はいくつもあるみたいやで。だったら別れて別々の場所から入ってみよう。その方が効率が良さそうだ。じゃあ誰かを見つけたらトランシーバーで連絡を。バニラはパイに報告して。了解。歩くから痛いことしないで。ごめんなさい、ごめんなさい。なんとか隙さえあれば。なれ稲妻、イカレプラズマ、ハイパーエレキウェーブ。ザコどもめ。ありがとう、ピーちゃん。助かったよ。なるほど、バニラがここまで案内してくれたんだね。じゃあ関西たちも来てるってこと？他のみんな、ユキとチューコとジェンヌとモーちゃんはこの建物のどこかに監禁されてるはずだ。僕らも同じところに連れて行かれる途中だったんだよ。とにかくみんなを探しに行こう。うん、確かあっちの方に入り口が。入り口はロックされてたけど、解除するための仕掛けがどこかにあるはずだよ。電気を流せばあのリフト起動できるかも。よし、俺に任せろ。背が高いロボ。とりあえずのっぽロボと呼ぶことにして。あのドアの奥が怪しいね。みんなあそこに閉じ込められてるのかな。うん、俺様の出番だな。
思って。なんだ。あいつにはタッツンの電撃は効かないと思う。ボディに絶縁体のコーティングがされてるっぽいから。リチョ、何かいい方法がないか探してみよう。
3人とも心から感謝している。本当になんとお礼を言っていいのやら。3人は芋煮の人参だよ。命の恩人ね。とにかく他のみんなに報告しないと。うっ、なんだって。全員救出することができたの？うん、みんなここにいるよ。それで、みんな無事なの？はい、おかげさまで。よかった、ユキちゃんが無事で。なんでユキだけなのよ！緊急事態発生、緊急事態発生。監禁者の脱走を検知しました。外部のアクセスゲートをすべて閉鎖します。まずいな。外に出られなくなっちゃったってこと？大丈夫よ、安心して。今私建物の屋上にいるんだけど、ここに来ればみんなで一緒に脱出できるはず。屋上からどうやって？来ればわかるわ。 なんやようわからへんけど、とにかく屋上へ向かえばええんやな。ええ、そう、待ってるからね。屋上か。でもどうやって屋上に行けば。確か向こうにエレベーターがあったはずだ。私も見たわ、ここに連れてこられる途中で。うん、行ってみよう。ああ、あのエレベーターに乗れば屋上へ。それじゃあ早速。ちょっと待ってください。皆さん、もしかしてあれは。バリア。そんな、どういうことだ。あれって今までポチたちが見てきたバニラの幽霊ってこと？いや、違うと思う。あそこに映ってるバニラ、ちゃんと呼吸をしてるし。つまり、生きているということか？そんなのありえないよ。だってバニラは確かに。おーい、もしもーし。あいつは愛媛の宗教施設にいた。ロンゲエロ。今何か言った？通信衛星の調子が悪いみたいで、そっちの声が聞き取りにくいのよね。映像もノイズだらけで全然見えないし。で、あれから状況はどうなったの？名古屋の工場に監禁していたガキどもが脱走した。その報告を受けてからずっと音信不通じゃない。それで気になって連絡してみたんだけど。一体どういうこと？わからないわ、何が何だかさっぱり。だったら聞いてみましょう。え、聞く？いいから私に任せてください。こちら名古屋工場の監視室。はあ？あんた一体何者？そこの工場にはロボットしかいないはずだけど。発生装置のトラブルだ。気にするな。脱走者はすべて確保した。何も問題はない。そうだったらいいけど。
マイク様も情報が途絶えて心配されてるみたいだったから。マイクシステム？そこに AI のマイクが、マイク様の本体があるのか？ええ、そうだけど、あんた本当に大丈夫？声だけじゃなくて、プログラム全体がパクってんじゃない？ところで、後ろにいる少女は誰だ？バミラって女の子よ、頑張れ組の。彼女は生きているのか？ええ、事故に遭ってからずっと意識を失ったままだけど。って、そんなこと聞いてどうするつもり？やっぱりバニラは生きてるんだ。だとすると、僕やレイチョが今まで会ってきたバニラは。とにかく、考えるのは後回しだ。それよりもユキ、場所を聞いてくれ。あの映像がどこから配信されているのか。わかりました。最後に一つ聞かせてくれ。お前は今どこにいる？ここがどこなのかってこと？そうだ。ここは、この場所は、屋上にて侵入者を発見。脱走者と共に逃亡を獲得している模様。これより最終防衛システムを起動し、侵入者の排除を行う。ちょっとどういうこと？あんたさっき脱走者を全員確保したって。バレちゃいました。仕方ないわね。むしろここまでバレなかったのも不思議なぐらいだし。結局場所は分からなかったね。他にも不明な点はいくつもあるが、今は考えている時間はなさそうだ。屋上に行くんだね。さっきの放送、最終防衛システムがどうこうって言ってたけど大丈夫かしら？仮に大丈夫じゃないとしても、ここでじっとしているわけにはいかんだろう。さあ行こう。急いでエレベーターに乗り込むんだ。おお、本当にみんな無事だったんだな。でニョロ、ここからどうやって脱出を？あれよ。え、あのヘリに乗って脱出するの？そうよ、ポチなら操縦できるんじゃないかと思って。大丈夫だよ、任せといて。フライトシミュレーターで何度も飛ばしたことがあるから。本当に大丈夫？問題ないやろ。ポチは列車型運転できてまうやさかい。それとこれとはちょっと違う気がするけど。とにかく今はポチを信じるしかないんじゃない？そうですね。このままここにいても敵に捕まっちゃうだけですし。よし、ではみんな行くぞ。なんだ？地震？違うよ。きっとこの揺れは。なのよ、あれ。もしかして、あいつが。最終防衛システムってやつ。倒さないとヘリに
近づけそうもないですね。おい、待つんだ、霊長。霊長！霊長！私が能力を使って巨大な爆弾ロボットを作るわ。だからそれまでの間、なんとか時間を稼いでほしいの。できる？ちょっと。ヘリはまだバッテリーの充電が完了してないからエンジンを始動できなくて。だったら俺に任せろ。こいつに電気を送れば。やったわ。くそ、バッテリーを満タンにしないとエンジンが止まっちまうみてえだ。だが大丈夫、こっちは何とかするから。レイジョ、お前はあいつとの戦いに専念してくれ。あいつは、次は私の出番ね。大丈夫よ、こっちには来させないわ。
僕が絶対守ってみせる。でしょ、僕が鉄の塊になるから、あいつに向かって思いっきりぶん投げちゃって。俺様のおかげだな。ちなみにヘリのバッテリーはもう満タンだ。みんな本当によくやってくれた。頑張り組は最強やな。その通り。って感動の余韻に浸ってる場合じゃないわ。そうだね、早くあのヘリに乗って脱出しないと。ええ、行きましょう。